ということで一番元気のなやつだったわ、ね、はい、じゃあ次西川春樹俺はあいつは首位打者取れると思うよ。めっちゃ思ってます。真面目にやれやね。はい、あれ性格的なムラがありするよ。あそれはもう僕ら解説で彼のプレーを追いかけててすごい見えるところなんですよ。でなので僕はそれは外野からの声でもいいので気づいてもらって、あの一流選手が超一流になってほしい、もう日本代表する選手になってほしいという意味で僕結構辛いコメントを並べてたんですよ。うん、知ってる。なのでいやただね、俺ねガンちゃんずっと野球見てて、でいろんな選手を見てきてて、やっぱそういう性格のものを直して真面目に指すと成績出せないな。だから西川春樹なんていうのは意外性があるでしょ。ここで打つの、まあ、ありますね。これが消える、うん、あーそのガンジガラミにすると、うん、だからレベルを取るか波を取るかって言ったら、やっぱ波の中で大きな波を持ってる選手だね。でももう彼の感性で野球やってた方がいいしかできない。だからその感性が素晴らしい時の期間をどれだけ伸ばせるかどうか、乗せてやって周りが。でもさっき あの前回の中田翔の話と一緒で、こう自分の役割がまた変わってくると彼の球場での野球に取り組む姿勢も変わってきたんですよ。すごく大人びって見える。大人になってんだよな、はい、お前これ並びで解説する時あるんだよ札幌ドーム。へえ。それで LINE が入ってくるんだよ宇田川さん今のバックホームしませんとか言っていやあれはセーフやなとかちゃんと書いてくる。野手目線じゃなきゃわからないところは僕はもうそのまま尋ねるんですよ。イニングの合間に、プレー中じゃないよ、うん、イニングの合間にね。放送席でそんなことをやり取りやってるって面白い。面白いですね裏話です。裏話、そうそうそう。でも足は素晴らしいしな。素晴らしいですよ。僕あのよくトリプルスリーっていう言葉聞くんですけど、 あれオールスリーできると思うんですよ。3割3分3厘の33この33ホームラン、もう全部3以上のものを出せる選手だと思ってます。細かく刻んだね。いやそれできると思う。3割3分3厘以上、33本以上のホームラン、33個以上の盗塁、絶対できると思います。ホームランどうだろうな、まあ、さっきの球場の話ですよね。うん、札幌でもやっぱでかいですから、うん、でもあの飛ばす能力とかやっぱそれぐらいいけるんじゃないかと。いやあるけど、あれが引っ張り一本になると率は残せないな。今シーズンもレフトにええ当たり打ってたもんな。よく長いこと見てカーンって、うん、なんかこうもったいない感じがするよね今のままではな、はい、もっと稼げる選手だもんな、はい、でそれと2018年シーズン終わってちょっと球団からのイベントのトークショー で OB もそこに一人入れさせてもらったんですよ。でそこでいろんな冗談言いながら話してるときに、僕は彼の入団した時からずっと追いかけてて、すごく大人になった姿を見ました。配慮、考慮、そして自分の発言の選択、大人になってました。なんか嬉しかったです。日本ハムの中でやっぱ人気選手なんだよ、女性に。女性に見たことある。筋肉リュウリュウやな。お前身長高いし、スタイルいいし、アジャーいし、でウエイトトレーニング場からパッてできたら、もうわざわざタンクトップみたいなんで筋肉をわー見せるね。どうなの、近かったね。ピンピンなのよ。もう腹筋なんか6個バキバキ割れてて、僕とか豊さんも私もワンパックや。ワンパック肉汁版だから。2倍ぐらい。俺がな、僕と豊さんの共通はすぐにでも冬眠できるとこか。そうだ、症状じゃ知らんぞお前。そう、まあね。なんだよ、いいな、そういうの。そういうのは憧れるやっぱり。バキバキがいい。いや、なんかまあ男性はもちろんバキバキはいいと思いますけど、うん、私はちょっとぷよぷよしてる方が好き。なんだよ、お前遠回しに好きだって言ってんのと一緒だお前。ちょっと二人とも勘違いしますね。俺たちすぐ勘違いします。俺たちすぐ勘違いします。それはちょっと困っちゃいますね。まあ確かに心地は良さそうなんで、自分で思う。ほらほら、あれだろ、枕にしたいぐらい。あ、枕にしたい。だこう息遣いでウォーターベッドみたいな。トトロみたいな。ウォーターベッド。はい。ということで。